あゆりさん今おいくつでいらっしゃるんですか？22です。ちなみにこれからホームレスになられるんですか？なんかそのつもりで行きます。実は、まあ、前回の動画出た後にあゆりちゃんにうちで働きませんかとかっていう問い合わせがめちゃくちゃ来てます。県の旅館ですね。はい。その旅館にもうあゆりちゃんの面接をもうすでにお願いしてあります。はい、はい。あゆりちゃん、おはようございます。お疲れ様です。ちゃんと今日スーツ着てきてますね。めちゃくちゃいいじゃないですか。ちょっとリュックがちょっとダサいかなっていうか。いつものリュックってことですか？なかったから。いやもうそれは全然、でもこの緑はきちっとしてることが重要なんで全然問題ないと思います。先方の方に後ろを見せないようにしないです。ちょっとあっちの方行きましょうか一回。はい。さあということで、あゆりちゃん、はい、本日は前回言ってました面接です。ちょっと緊張します。やっぱ緊張します。はい。なんすかね、まあ、向こうの方も、まあ、動画とかも見てあゆりちゃんのその事情とかいろいろ理解してくれた上で応援したいという気持ち で応募してくれてるので、まあ、そんなに なんすかね緊張せずに向きリラックスして。あれ伝わってないだけで結構緊張してるんですか？結構してます。そう。大丈夫大丈夫、もう自信持って、はい、いろいろ答えてください。ただ挨拶だけちゃんとしましょうね。はい、こんにちはとかよろしくお願いしますとか、はい、そういうのだけは、はい、練習しておきます。やっておいた方がいいかなって思います。じゃあ、あやりです、本日はよろしくお願いします。で僕をその方だと思って、はい、初めてお会いしました。どうぞどうぞ。どうしました？いや、なんか急に練習しておいてないとあんまりで緊張ですか？緊張今緊張しないで大丈夫？なんか練習の方がなぜか緊張してる。何かしたら練習の方がなぜか緊張してる。練習の緊張するか。練習の方がもう変に緊張するというか気を張る感じがあるんですよ。じゃあでも練習しない方がいいですか？練習やめといた方がいいですか？はい、わかりました。じゃあやめておきましょう。まもなくその先方来られますので、そしたらちょっと今の練習した挨拶からちゃんと入りましょう。はい、今日頑張りましょう。はい、OK。 あの方かな、すいません、山口さんでいらっしゃる、はい、あ、どうも、初めまして、アトムチャンネル青柳です、よろしくお願いします。あれじゃん、どうぞ。よろしくお願いします。すいません、ちょっと面接用に会議室を借りてますので、そちらの方にちょっと移動させていただいていいですか？すいません、行きましょう。じゃあ、お座りになっていいですか？はい、まず山口さん、ご連絡本当にありがとうございます。いい、ありがとうございます。今回、はい、あゆりちゃんを会社の方でぜひということでご連絡いただいたんですけども、はいはい、そこに対する山口さんの思いみたいなのを聞かせていただいてもよろしいですか？はい、もともとアットホームチャンネルを見たきっかけっていうのが、はい、貧困女子の方が今いらっしゃるということで、
いろいろ調べてる中、はい、この動画をたまたま見つけたんですよ。はいはいはい、アットホームチャンネルです、はい、あ、 ありがとうございます。それで愛理さんの動画が出てるのを見て、まあ、かわいそうだなと、うん、もし住むとこがなければ、まあ、私ども寮とかありますので、うん、そちらに入っていただいて、まあ、仕事もできますから、ぜひうちの方に来ていただけないかなと思いました。ありがとうございます。お仕事は旅館なんですよね、はい、旅館は、どちらにあるんですか。長野県の中部になります。長野県の中部の旅館ということで、はいはい、まあ、お名前とかは言えないとは思うんですけど、はい、創業何年とか。慶応元年になります。まあ、そういう社会貢献としてですね、まあ、元受刑者の方を雇える登録をしておりますので、はいはい、ハローワークから紹介していただけるようにはなってます。あ、刑務所を出た方とかで、多分こうお仕事とかが難しかったりとか、はい、そうですね、はい、しますもんね、はい、仕事がなければまた再犯してしまいますので、そういうので私どこで協力できたらと思って、はいはいはい、登録させてもらってます。なるほど、はい、じゃあ、はい、じゃあ今回、まあ、旅館のお名前とかをちょっと出させていただけないのとかっていうのは、はい、やっぱりそういったあたりが、まあ、関係してるんですかね。どうしてもそうですね、はい、受刑者の方に対する偏見だとか、そうですね、どうしてもやっぱ周りの方は色眼鏡で見てしまいますので。まあそうですよね、はい、ってなるとやっぱ直接、ね、その旅館としても打撃を受けることになっちゃいますからね、はい、 うちだけじゃなく、まあ、地域全部になりますよね、うん、あ、そうか、温泉旅館いっぱいありますからね、はいはい、その地域にも、はい、じゃあプライバシーを守って、はい、旅館のお名前とかそういうのは一切出しませんし、はい、山口さんのお顔もちゃんとモザイクを入れさせていただきますので、はい、そこはご安心ください、はいはい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。あやでさん、夢とかあるんですか。うん、今のところ何もないです。私の会社の方に説明をさせてもらいます。寮の設備になります。まず寮費と水道光熱費、食費、すべて無料です。はい。お部屋についてるのはテレビと暖房とシンクで、 Wi-Fi も自由に使っていただいてと思います。で、お風呂はお客様と同じ大浴場、そこ使ってもらっていいです。はい。これが大浴場ですね。で、こう露天風呂なんですけど、露天風呂も自由に入ってもらって構いません。はい。基本は7時から9時半、午後が3時から21時、はい、ただこの間はちょっと休憩になります。はい。で、早出残業がありますから、これ残業がついた場合は 1.25 倍です。仕事の内容になります。まず接客係なので、お客様のお出迎えを見送り、お客様お見えになったら部屋までご案内ですね。はい。作る系か裏方かの二択だと思ってます、うん、話すのがすごい苦手だから、あんまり接客業は向いてないと思ってます。接客の方は、接客は、うん、
かやったことないからちょっと自信がないなって思っちゃって。みんなあの最初は素人だったの？はい。もう接客やったことありますとか中井さんやったことありますっていう人はほぼほぼいないです。だからみんな大体ゼロから始まってるんで、8日間研修みたいなのがあるんですけど、その時は先輩の中井さんについてあの一緒にやってもらいます。だから最初から一人であそこに料理持って行ってとかそういうのはないんで。やっぱりやったことがないことをやるので不安はあります、うん、ある、はい、うん、いや、なんか実際あゆりちゃんとしてはまあやったことないことだし、そもそも自分が多分望んでた業種ではないと思うのよね、その接客っていうところは、はい、という上ですいません僕ちょっと喋っちゃって大丈夫ですか？あゆりちゃん的にはそこをなんか挑戦したいなっていう気持ちはあるんですか？あります。挑戦はしてみたいけどやっぱりちょっと不安があります、ね、なるほどなるほど。挑戦したい思いがあればでも多分いいんじゃないですか。正直山口さん前に言うのもあれですけど、挑戦してみてどうしてもダメだったらそれはもう山口さんも絶対やめるなとか言ったりしないと思うし、まずはそのまあ今までやったことがその清掃しかないんだったら幅広げるっていう意味でも挑戦してみていいんじゃないかなと思いますけどね。僕は一回挑戦はしてみたいです。うんうん、この旅館に来ていただくっていうのは僕はステップとして使ってほしいんですよ。あゆりさん夢とかあるんですか？今のところ何もないです。ここで、まあ、お金貯めていただいて、もし他にやりたいことがあるとか、そしたらそっちの方へ行ってもらってもいいし。だからとりあえず今は働いてお金貯めることが大事じゃないですか。そのためのステップに使っていただいてもらっていいです。はい。うん、大丈夫？大丈夫。だからもうここにずっといてようとかそういうのはないんで。はい。うん、あゆみさんがしたいことがあれば。それやってもらっていいです。若いのにね、ずっと山の中にいてくださいとか言わないから、そんな感じでうちを利用してもらっていいと思います。はい。うん、まあ、うちはもう、あやりさんに来ていただきたいと思って今日来てるんで、もうあやりさんが、まあ、うちで働いてもいいよって言ったら、ぜひ来てください。ということは、山口さん的には、はい、もうあやりちゃんさえ良ければもう今日の面接は一応採用ということですか？はい、あやりちゃん、働きます。はい、働く、はい、うん、じゃあお願いしますね。よろしくお願いします、はい、お願いします。ということで、あゆりちゃんのお仕事が決まりました。おめでとうございます。あゆりちゃん、おめでとう。はい。お願いします。やっぱ硬いね。心配しなくて大丈夫だからね。はい、優しいおばあちゃんとかいっぱいいるから。はい。うん、山口さん、本当にありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。ありがとうございます。いかがでした？実際会って話してみて、まあ、ちょっと緊張してたみたいですけど、はいはいはい、うちに来ていただいてみんな紹介してですね、まあ、仲良くなってもらったら、まあ、解けると思うんで、うんうん、はい、あやりちゃんのことよろしくお願いします。はい、でちょっと数日後に、はい、あやりちゃんの方を僕らが責任持って連れてきますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本当に遠くからありがとうございました。わざわざ面接のために来てくださったんだけど、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、必ず無事に連れて行きます。はい。はい、本当にありがとうございました。じゃあ寒いからね。はい。
ありがとうございました、はい、本当にありがとうございました。アリちゃん、面接お疲れ様でした。お疲れ様です。よかったっすね。はい、さっきね、悩まれてましたけど、清掃とか今までやってきたお仕事とはちょっと違って、今回は接客になりますね。はい、そこにちょっと不安があるみたいだったんですけど、大丈夫ですか？そこは大丈夫なように頑張りたいですね。でも挑戦してみたいと思ったんですか？やらないで考えるよりも一回やってみた方が、挑戦したりした方がいいかなって思ってやろうと思いました。極論もしダメだったら辞めるって選択肢ってあると思うんですよ。でもなんか挑戦してみないとわからないと思うんで、はい、これは全然応援したいなと思います。はい、で一応あれですよね、最初雇用は一応アルバイトって感じなんですかね？そうだと思います。9000円で月何時間働くかで給料とかは変わってくるそうです。初めて接客業をやるから、慣れないだろうけど、とにかく頑張りたいと思います。いや本当におめでとう、おめでとうございます。おめでとう、よかったね。はい、で今度その長野に旅館に行くときは、ちょっと僕が、ほんとごめんなさい、スケジュール的にちょっと難しくて、はい、マネージャーの翔ちゃんが、あやりちゃんを、長野までちゃんと送り届けるんで、はい、それでちょっと許してもらいます？はい。がっかりしました。もう少し。すいません。ありがとうございます。いやいや全然全然、本当に決まってよかったです。こっちこそありがとうございました。長野行っても頑張ってくださいね。はい、もし長野に行って悩んだりとか、やっぱ難しいな、どうしようかなとか思ったら、マジで気軽に連絡くれていいんで、相談とか全然俺でもいいし、翔ちゃんでもいいし、全然気軽に連絡ください。多分何かしら連絡はすると思います。本当にマジで気使わずにしてください。この仕事を紹介した責任がもう僕らにもあるし、全然あやりちゃんの相談に乗る義務が僕らにはあるので、はい、全然相談してください。で俺から別に言いにくいことを山口さんに相談することもできるから、はい、何でも困ったら相談してください。ありがとうございました。全然です。お世話になりました。頑張ってね、本当に本当に応援してます。じゃあまた、当日まで翔ちゃんコピングループとかで話しましょう。はい、じゃあ気をつけて。はい、おめでとう本当に。だね。みたいに。
その仕事をね、紹介してくれた担当の方も、まあ、ケアしていくっていうふうに約束してくれたし、みんなね優しくしてくれると思うから、精一杯ね頑張ってもらえたらなって思います。不安なこととか心配なこととかいっぱいあると思うけど、なんかその時は、まあ、僕なりね高谷さんなり連絡してくれたら話聞くし、何かできることがあったらサポートしていこうと思ってるので、これからもねちょっと頑張ってください。はい、はいはい、じゃあアリちゃん頑張ってね。はい、はい、じゃあまたね。懐かしながら生きたい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 生きて思い出して情けなくてそんな日でも心に背は向けないね。立ち向かえ不安だらけ、そんな夜いでも、まあ、明日も電話するしさ、そしたらね、頑張ってね。そしたらね、じゃあね、バイバイ。